皆さんこんにちは。こんにちは。大家好。私の名前はジョショです。ちょっと書いて。ジョショです。徐杰、中国語で言った徐杰です。今中国語の表記、発音の表記ですが、ピンインとなりますが、ジョショです。このジョは日本語の漢字にあると思いますが、徐々にのジョで、このショですが、多分日本語の漢字にはない漢字だと思いますが、でもパソコンで漢字入力するとき、手書きでできます。ショーです。ジョショと申します、はい。で、これからは皆さんと一緒に中国語を楽しみながら勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。で、今日の授業は1回目なので、中国語のルールとか文法とかは、一応置いといて、一番大切な、挨拶から始めようと思います、はい。先は「皆さんこんにちは」って中国語で言ったら書きますね。みんな多分知っていると思いますが、中国語と日本語には共通している漢字というのがあります。で、皆さんこんにちはで中国語だったら大家好です。大家好、皆さんは大家で、好、ただ一つの漢字なんですけど、こんにちはの意味です。大家好、大家好。で、多分日本人にとって中国語はとても勉強しやすい言語だと思いますが、漢字があります。でも漢字があると言っても、大家は皆さんなんですけど、でも日本語は大家は大家さんですね。だから結構同じ漢字で言っても意味が違うところもあります、はい。じゃあ一応発音してみましょうか。はい、大家好。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 すごいですね。はい。で、それから普通もし皆さんこんにちはじゃなくて、ただこんにちはだったら中国語に好と言います。に好ですね、書きます。に好、にはあなたの意味です。にはあなたで、好は同じようにこんにちはです。あなたこんにちは、こんにちはです。みんな好。みんな好。読みましょうか。はい。みんな好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 。そうです。で、もしもし、あきさん、みんな好。みんな好。そうです。相手もそう言ってくれます。こんにちは、こんにちは、ニーハオ、ニーハオですね。はい。で、それから、一番多分よく言う挨拶、これはありがとうです。ありがとうございますは中国語でシェシェと言います。はい。で、これも
中国語の漢字と日本語の漢字も結構違うところです。この詩へは多分日本語では謝る、謝罪の意味ですね、はい、でも中国語だったらありがとうの意味、感謝の意味です、はい、じゃあこれはありがとうです。ありがとうございます、はい、じゃあこれも読みましょう。谢谢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 はい谢谢谢谢私シェシェだったら多分どういたしましてですね。どういたしましてだったら4シェ。シェは最後です。4シェ、これはありがとうに対しての返事です。4シェはどういたしまして。不用謝。はい、じゃあ読みましょうか。不用謝。すごいですね。はい、バキさん、谢谢你、谢谢。不用謝。そうです、はい。はい、そんな感じです。で、日本語では、ありがとうございます、ありがとうございましたもありますね。もし、ありがとうございましただったら、シェシェの後ろに、こういう感じで、ラです。ラ、シェシェが、シェシェが、うん、ありがとうございました。シェシェは、これシェシェはこの2つの漢字は同じなので、もしなんか時間が、ちょっと稼ぐためにこの符号もできます。シェシェ、日本語と同じですか。これ2つの漢字が同じ場合には二つ目の漢字は、うん、こう書けてます。書いても大丈夫です。シェシェ。うん、で、私日本語書きましたな。はい。さっき私日本語書きましたけど、で、ちょっとこれですね。マキさんはこの中国語の漢字のシェを見たら、日本語の謝るという感じ、ちょっと連想しますか。一見は分かんないですね。分かんないですか。はい、これはそもそも漢字、中国語にもこういう漢字がありますが、でも地域によって、ちょっと違います。これは中国語で反対字、反対字、反は、複雑、難しい字です。で、こちらの詩は、ちょっと簡単になりましたから、簡体字です。うん、中国の香港とかは、この左の日本語の漢字の詩を使いますが、大陸では、こちらの簡単な詩、簡体字を使って、だから中国人だったら多分この2つの漢字どっちを見ても同じように思われます。はい、じゃあこれはシェシェ、ありがとう、どういたしましては、ブヨンシェ、ブヨンシェ、ブヨンシェ、じゃあ次に行きます。次は再びですね。再びで、これは何の漢字に似てますかね。貝。貝。食べる貝。食べる貝。貝。これです。これですか。はい。
ていますが違います。これはこれです。再会、見る、うん、再び見ます。意味はちょっと推測してください。また見る、また見るは、また見るから、うん、挨拶だったらまた見る、またまた会いましょう。そうです、また会いましょうはさよならの意味です。再见、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 再び会いましょうはさよならです。はい、再见、はい、じゃあ書きましたね。はい、じゃあ読みましょうか。再见、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 再见。对。嗯。じゃあ、この一二三四五五つの挨拶勉強しました。で、まだ覚えてますか？はい。じゃあもう一度練習しましょう。はい。で、一番の皆さんこんにちはからですね。大家好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 。你好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 。说得很好。谢谢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 。对，谢谢了。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 嗯。不用谢。不用谢。嗯。不用谢，不用谢。嗯，很好。最后一个是再见，再见，再见，再见。嗯，はい。じゃあ自分で読んで見てください。はい。じゃあ皆さんこんにちはは。大家好。对对对，很好。で、こんにちはは。你好。嗯，很好。で、ありがとうは。谢谢。うん、はい、そうです。で、どういたしまして。不用谢。で、不用谢。で、さよならは。さよならは。何でしょう。再见。で、再见。再见。うん、はい。じゃあ、次、私は日本語を言います。で、マキさんは中国語を言ってくれる。はい。頑張りましょう。はい。で、ありがとう。谢谢。で、谢谢。あ、不用谢は。どういたしまして。そうです。交換。私日本語か中国語で。はい。で、さよなら。再见。うん、很好。で、皆さんこんにちは。大家好。うん、はい。で、こんにちは。你好。はい、你好。你好。うん、そうです。はい。で、ありがとう。谢谢。で、谢谢。谢谢。で、どういたしまして。不用谢。で、不用谢。不用谢。うん、不用谢。はい。で、日本、中国語ですね。谢谢。ありがとう。はい。你好。こんにちは。はい。日本語の方が早いですね。はい。さよならは。再见。そうです。はい。で、你好。こんにちは。はい。大家好。皆さんこんにちは。はい。どういたしまして。不用谢。谢谢。ありがとう。はい、そうです。ありがとうございます。谢谢。谢谢。不用谢。不用谢。はい。はい。じゃあ挨拶はまあ以上です。はい。1回目は終わりましょうか。